ヤン・アッカーマンはオランダ出身のロックミュージシャン、ギタリスト。1968年にデビュー。1970年代にはプログレッシブロックバンドフォーカスで活躍し、脱退後はソロで活動している。同国の代表的なプレイヤーの一人で50年以上のキャリアを誇る。なお、アッカーマンのオランダ語での発音はアケルマンに近いアムステルダム出身。 幼馴染みのドラマーである、ピエール・ハンデル・リンデンと共に、ジョニーヒズ・セラー・ロッカー、ザ・ハンターズといったバンドで活動した後、1968年に初のソロアルバムを発表。また、1960年代末期にブレインボックスを結成してアルバムを発表するが、成功には至らなかった。そして、1970年にフォーカスに加入。 フォーカス在籍時代フォーカスはオランダ国外でも人気を得て1973年にはイギリスの音楽雑誌メロディメーカーの読者投票でアッカーマンが世界一のギタリストに選ばれた。またフォーカスと並行してソロ活動も続けプロフィール、タバナカルといったソロアルバムはアメリカのビルボード202チャートインを果たしている。1976年にフォーカスを脱退。 同年、ブレインボックス時代の名優カズラックスとのコラボレーションアルバムエリをリリースし、オランダのアルバムチャートで最高4位のヒットとなった。1985年には、フォーカス時代の名優タイス・ファンデールとのコラボレーションアルバム青い旅路を発表。その後は、ホースフィールドのザ・タリスマン、トゥ・オズ・アンド・バックといったアルバムに参加した。その後は、 フォーカスやブレインボックスの再結成に参加せずソロ活動を主体としている。ありがとうございます。